どう三浦のラジオ新大陸ブレ,ブレイクスルーザ・ブレイクスルーカンパニー GO の三浦貴博がお送りします。ラジオ新大陸。今回お話を伺うのは、ラッパーで、えー、俳優としても活躍されて、車にグラフィックデザインの仕事もしているスウェイさんですけど、今日よろしくお願いします。 よろしくお願いします。え前回もね、すごい盛り上がったんですけど、スウェイさんはラッパーとして活動を始めた後に劇団エグザイルに加入、音楽活動と並行して俳優としての顔も持ちます。その後、5人組ラップボーカルグループ、ドーベルマンインフィニティを結成、またご自分の所属するグループのロゴやグッズ、企業コラボのデザイン、ディレクションを担当するなど、マルチに活動の場を広めていらっしゃいます。えまた動画配信サービス、パラビーでは8月4日より独占先行配信が、さらにテレビ東京では8月11日から放送がスタートするドラマ、ライではちゃんとします2があるんですけれども、こちらではキャナ バイセクシャルのプロジェクトマネージャーと視線されますと、まあ、いろいろと活躍されまくってますけれども。<laughs> 一番楽しい仕事は何なんですか。ええ、なんですかね。でも、やっぱりライブが一番、こう。いい意味で何も考えずにやれる場所ですかね。うん、うん、う,うん、はい、なるほど。こう、はい、自分を思いっきりぶつけられる場所なのかもしれないですね。 そうですね。まあ、うん、あと、音楽をこう作ってきた中で、やっぱ集大成かなって思いますね。うんうん、制作してる時ってすごい悩むんで。なるほど、なるほど。どういう、こう、音楽ってさっきも僕ちょっとあの、オープニングで相撲ってこう、ただのでかい人のぶつかり合いに見えるけど、あれはすごい技術があるんだって話をしたんですけど、こう、はあ、音楽制作の時ってどういうふうに悩んだり、こう、考え込んだりするもんなんですかうーん 悩むって実はあんま良くなかったりするのかなとか思ったりとかするんですけど、うん、なんか本当に面白いことやの、すごいスタジオで座って考えてたら全然思いつかないんですけど、うん、ふとなんかトイレに行った時に、うん、ふと降ってきたりとかするときもあるし、うんうん、なんか本当に不思議な神経質ななんかタイミングなんですよ。はい そういう、こう、すげえ考え込んでる時って、一人になる時間が多い方がいいんですかそれとも友達とか、こう、恋人がいたら、こう、一緒に話したりする方が、こう、気が紛れる。どういう感じなんですかね僕は話してる方がすごい好きですね。だからメンバーと一緒にこう、離陸を起こす時とかだったりとかする時も、本当に、 くだらない話だったか、本当下ネタもそうですけど、うんうん、なんかダジャレ言い合ってる時の方が、なんか頭が柔らかい感じがするっていうのはありますかね。なるほど、なるでもね、うん、これさっきもちょっとそのメンバーと話すみたいな話もすごい大事な時間だと思うんですけど、こう、ソエ、うん、さんの所属するまあグループはもちろんですけど、やっぱ事務所あのー、うん、もう皆さんも、めちゃめちゃ男性ばっかりじゃないですか。 はい。すごい、こう、今時珍しいくらいの、こう、ゴリゴリの男性の集まりだと思うんですけど。確かに。他のメンバーとはどういう関係なんですかの、はい、ライバルなのか、ファミリーなのか、どういう、こう、関係性なんですかねいや、もう完全ファミリー化してますね。ああ、そうなんですか。やっぱ、じゃあ、ヒロさんがお父さんで、みたいな。もうヒロさんは何ですかねもう、すお父さんとかじゃないですね。お父さんとかじゃない。うん。 ヒロさんはな、なんだろうなんか最強な部分があるんですけど。うん、村長みたいな。なんかやっぱ、そうですね。うん、僕の中でヒロさんはもう、J、あのヒップホップで JG。はいはいはい。うん、PDD 的存在なんですけど。うん,、うんうんうん、なんか本当のアイディアマンで、うん、すぐやっぱ行動に移すのもすごい早いですし。うん、うん。なんでお父さんお兄さんとか、 には、まあもちろん考えたことないですが。ヒロさんはヒロさん。<laughs> なんかいい、ね、わかりまですか。ね。うん。あ<ー>でも本当にヒロさんってまあいろんな人から、僕はあのお会いしたことないんですけど、本当にみんながやっぱり誰も悪く言わないっていうすごいかっこいいそのカリスマだなと思うんですけど、彼のヒロさんのどういうところを一番こう、かっこいいなって尊敬する部分なんですかね。何ですかねなんかあの、いろいろ今までこう、経てきてると思うんですけど、うんうん そう見た目だけで、こうお話しするというか、まあすごい長く一緒にさせてもらって、やっぱり最終的にやっぱ思ったっていうのは、ヒロ、うん、さんって全くアクセサリーとかしないんですよ。はい,はいはいはい。時計とか。うん、なんかそれがもう最終形態なんだなと思ってます。<laughs> 人は。<laughs> はい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 。なんかこう僕らはまあまあ自分をこう飾りたいとか自分を良くしたいって気持ちがあってアクセサリーとか頼っちゃうけど、まああのクラスになるともう、もう裸一貫で大丈夫みたいな。 本当に、あの T シャツと、本当に夏場はショーツとサンダルみたいな。うんうん、今まで、いや、いろいろやられてて、多分クロームハーツとかもされてたりそうですよね。僕も見てたんですけど。うん 最終形態もう、あの、全部なくなるんだな思って。<laughs> なんかこう、フリーザが、こう一番強い時、こう弱そうに見えるシンプルになるとか、あと武蔵が、こう最強になった結果構えなくなったみたいな、そういうイメージですかね。<laughs> ほんそのイメージがあるですね。なんかもうずっと、すごいなって思います。なんか、それがすごいかっこいいんですよ。だからってなんか僕がなんかアクセサリーをつけなくなるっていうのも、ちょっと違うんですよそこはまだすぐ真似するわけにいかないっていう。 なんか、いや、何度か僕は影響を受けて、あの、うん、全部取ったりとかしたんですけど、うん、やっぱりそこになんか落ち着けない自分がいるんですよ、まだ。うん,うんうんうん。あだからやっぱすごいなと思いながら。わかるなはい。自分自身のステージと身につけるもののバランスがあって、その先に究極は、もう高いものとかも全部取っ払った、こう裸一家の自分一人で勝負できるようになるっていう、そういう人間の成長のプロセスなのかもしれないですね。 いや、そうっすね。いや、本当なんか、そこ、もう聞いてる方は、え、何それって思うかもしれないですけど、うん、結構近くで見てると、うん、僕の中ですごい衝撃的なんですよ、それがう,んう,んう,んうん、うん、うん。すごいなって思う。すっぽんぽんじゃねえか,か、みたいな。はい<ー>。つけないんすかみたいな。<laughs> もう、<laughs> お<ー> <laughs> すごいな。それだけでもすごい攻撃力がある。はい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 。 ハンマユージローみたいなね、こう武器とかいらないんだよみたいな。<laughs> いらないっていう、はい。スウェイさんはファッションはどんなのが好きなんですかそうですね、僕はでももう、やっぱ昔からあんま変わってない部分がやっぱ多くて、うん、本当に中学校1年生の時に b ーボイファッションに目覚めて、うん、まあ、未だにでも当時と同じようなブランド、同じような格好をしてますし、うんうん うん、ようやく最近無地の白 T、黒 T に黒いデニムでもようやくちょっと心が落ち着くようになったっ。ああ、それまではやっぱこうちゃんとゴリッとしたーボーイのファッションしてないと落ち着かない時期が長かったってことですね。そうですね。何かプリント入ってないと T シャツはなんか落ち着かなかったんですけど、ようやく最近無地 T に行けるようになりましたね。無地、うん、T どこで買うんですか<の>どこの T シャツがおすすめですか無地 T はめっちゃ攻めてます。いろいろあの、 本当にハイブランドの無ィー買ってみたり、はいはい、本当にヘインズの無ィー買ってみたりとか、うんうん、チャンピオンの T シャツでもいろんなジャンル出てるんで、うん、いろんな、あのー、形が、それ全部一応一枚ずつ買ってみたりとか、っていうふうにやっていくうちに、このパンツにはこの、あの、スタイルのバランスの T シャツみたいな、はいはいはい 感じで気分けするようになりました、ね、はいはい。僕も今37で、うん、自分で白鵬堂っていう大手の広告代理店から独立して、今会社5年くらいやってるんですけど、この3年くらいずっと白 T にこだわっていろいろ探しまくって、はい、うん。本当にいろいろ来たんですけど、僕最終3つになったんですよ。おお、どこですかこれ言うと、一つが、まず、はい、えっと、100アスレチックスっていう、はい。あの、格闘家の宇野香織さんの、 プロデュースしてるブランドなんですけど、<あ>ここの白 T がまず一番、<あ>これの一番厚手のやつが、一枚で着るとこう、パリッとして強そうに見えるっていうのがこれで。なるほど。で、もう一個が上にジャケット着るときは、これユニクロなんですけど、<あ>ユニクロの、あの、ユニクロ U のエアリズムっていうのがあって。ユニクロ U のエアリズムはい。これユニクロ U ってあの、元エルメスのクリストフルメールが、あの、ユニクロと一緒にやってるやつなんですけど、それもね、<あ>中が、 裏地がエアリズムになってて着心地がサラッとしてるのに、外が普通のコットンになって普通の T シャツに見えるっていう。なんかエアリズムの T シャツ。えー、いいそうなんですかそう。エアリズムの T シャツ明らかに着てる。ちょっと、あ、エアリズム、ね、なになっちゃうじゃないですか。うん、だけど、それの表がコットンになってるんで、まあ割と、まあ見栄えがいいっていうやつですね。<ー>で、三つ目が、これ実は地味におすすめなんですけど、うん、あの、ファミマのコンビニエンスウェアっていう、うん、ファミマの T シャツのブランドがすごい良くて、 うん、これ1枚900円くらいなんですけど、ファセッタズムの落合さんが形作ってるんですよ。あ、そうなんですねそ。そうなんですよ。それで、僕はいつもこれを出張とかの時は、一泊二日の時は、もう何も着替え持っていかないで、現地で新しいやつ買って、っていうライフスタイルにしてて、うん、この100アセレチックスの厚手のやつ、 えー、ユニクロ U の薄手のやつ、ファミマのコンビネンスウェア、この3つでね、大体こなすようになったんで、よかったらちょっと試してみてください。今全部メモりました、ちゃんと。すいません、なんかちょっと、同世代で、多分、あの、今日もね、スウェイさんも白 T で、僕も白 T なんで、多分お好きなんだろうなと思って、ちょっと語っちゃいました、はあ。そうなんですよ。ちょっと T シャツは、はいろいろ、今日も、あの、ちょうどカルバンクラインってて。はいはいはい。 ムジティ買ってみたんですよ。うん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 。なんでちょっと楽しみだなと思って。はい、カラバンくらいもいいっすよね。こう、シルエットが綺麗あ<ー>。スウェイさんの場合やっぱ体のスタイルもいいからすごい似合いそうっすね。じゃあ頑張ります。めちゃめちゃ鍛えてますよね。<laughs> そうですね、行くと、結構まあ時間あるとすぐジム行っちゃうんですけども。週どれくらい行かれてるんですか いやもう、その週の仕事内容によりますからね。全然本当に一回も行けない週もあるんですけど、理想はやっぱ3、4回は行っておきたいですね。一週間行けないとイライラしますよね。なんかこういうで。すね。不安になります。そう,そうそうそうなんですよね。わかりますわかります。ます結構がっつり、その、鍛えれた時は、うん、あの、で、体も仕上がった時に着れる T シャツで言うと、あの、BVD の T シャツ。はい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 。一番ね、こう、ピタッとするとかはいはいはい。 そうなんですよ。BVD の T シャツとかは、はい、えっと、よく着ますね。あんまりこう、まあ、自信あるときです、体に。高いわけじゃないっていうか、むしろこう、割と手頃なやつだけど、体が仕上がってる時に勝負服になるっていうスタイルですね。そうですね。なるほどあとあの、ダウンタウンの松本さんもそうですけど、アビレックスはやっぱりいいですね。あ、俺それ着たことないです。アビレックスの T シャツは。ピタッと系ですかやっぱり、ピタッと系ですね。はい、はい。あれは僕はもう中学生、 高校生ぐらいからですかね、来、うん、てました、ずっと。松本さんも、いつの間にか鬼のような体になってましたよね。本当、うん、そうっすね。だってあの人、僕らが小学生時にとかって、多分、全然そんなマッチョなージなかったですよね。黒髪で、ね、スーツだったじゃないですか。浜田さんがこう割とカジュアルで、でね、松本さんがスーツっていう。あ,ね、あのー、やっぱ、うん フェードインの仕方すごいですよね。そうっすね。今のスタイルには。突如として、こう。あ,あ,あれかっこいいんだよなああ,あいうこうなんか。わかります。あ、でもある意味、ヒロさんも松本さんもそうですよね。その、結局、いろんなこう、ので武装するんじゃなくて、最終的に自分の体が一番の武器になっていくっていう、研ぎ澄まされていく。ね、同じかもしれないですね。まさしく。同じですね。うん、うん。なるほど、なるほど。あとこの、そいつさんごめんなさい。ちょっとまた話ずれるんですけど、あの、一<あ>個聞きたいことがあって、 こう、はい、男性同士のグループじゃないですか、皆さん。で、はい、みんなすごい才能があって夢のある人、はい、夢を持って活躍されてるじゃないですか、うん、皆さん。男同士の嫉妬が一番でも人類で一番怖いじゃないですか。ほうはい、そういうその組織の中で、こう、みんなが活躍して男同士の嫉妬とかもあるんじゃないかなとか思うんですけど、そういうのはどうですかまあ、嫉妬どうなんですかねなんか、うん、自分が行きたいスタイルの方向に、うんうんうん 誰か所属の人がいたら、嫉妬するのかもしれないですね、うん、確かに。ただ、僕の場合、あまりこう、被る人がいいまあまあ、末さんはそうですね。<laughs> 独自の、こう、まあ、アーティストだし、あのデザインもできるし、<laughs> ラッパーとしてもやるし、俳優もやるし、まあ、独特ですよね。そうですね。うん、なので、まあ、その、役者方面で尊敬で、まあ、ガンちゃんとかもそうですけど、すごい尊敬できる、 パフォーマーでもありながら、役者としてもすごい活躍されてる方とか、はい、でもガンちゃんに嫉妬というよりは、やっぱガンちゃん、すごいなって思う方が、ねう、素直にリスペクトできるっていう。はい、やっぱりこう自分が頑張ってると、あんまりこう嫉妬というよりは、 ある意味、こう、パワーになるけど、こう自分がうまくいってない時は、こう、男性同士でジェラシーがあって、組織の中では引っ張り合うみたいなことは、結構、一般の会社とかでは多いような気がしてて、僕自身も、大きい会社にいた時に、こう、割と若くして目立ったりすると、こう、裏でいろ言われたりとか、することもあったなと思ったりするんですけど、そういうのはあんまりこう、感じないですかまあ、そうですね。多分劇団エグザイルで、あの、一番、ニューフェイスな、あの、佐藤寛太って若い子いるんですけど、<laughs> はい そいつがまだ入ってきたばかりの時は、やたらとなんかあの、学生ものの恋愛ドラマとかたくさん出てたんで、うん、そこにはちょっと嫉妬といら、いら立ちはありましたけども。もやっぱちょっとこう、<ー>若くしてチャンスがわーっと集まると、う<ー>んだよ、みたいなこと、ちょっと思ったりすることもあるんですね。そうですね。なんかやっぱ、ね、若い、可愛い、なんかこう、女優さんとなんかイチャイチャしてる。<laughs> でも、うんうん、よく考えると、カンタのポスターとかに自分をはめたら絶対、 違うなって思いはまんねなみたいな、冷静になると。はい,はい。それ、はい、もうデザイナーとしての視点で冷静になると。はいはい。そうですね。はい。はい、と思った時にはやっぱ嫉妬してる場合じゃないなと思いましたなるほど。そこで冷静になったっていう、まあ視点をね、こうずらしてみると、ね、まあある意味それぞれの適材適所にも見えてくるってことかもしれないですね。でも、すさん、そ,ね、その映画といえばですけど、まあ現在公開中の映画リスタート。 ね、出演中ですけれども、はい、あの、お笑いコンビのね、品川正司の品川博さんが監督を務めた6年ぶりの長編映画最新作ですけれども、品川監督との、こう、はい、お仕事での相性とかどんな感じだったんですかそうですね、あの、品川さんは、うん、えっと、もともとドーベルマンインフィニティのアルバムで、えっと、うん、2>, 2作ショートムービーを作らせてもらってて。はい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 。 はい。それで、すでに、こう、品川さんに脚本と監督をお願いして、うん、どういうの作品を2作作っていただいたっていうのもあったんで、うんうん、今回、こう、ようやく品川さんの作品の方で僕が出演させてもらえるということで、素直に嬉しかったです。あのー、んなんか、役者としてちょっと認めてくれたのかな、みたいな。うん、なるほど、なるほど。<ー>品川さんってこう、テレビで見てるとね、ちょっとこう、意地悪そうな雰囲気がたまに出たりもしますけど、監督としての品川さんってどんな感じなんですか、うん いやーすごい好きなんだなって思いますね。うん、映像作りというか、うん、はい、うん、映画作りがすごい好きなんだなって近くで見てて強く思いますし、うん、なんかやっぱこだわりもすごく持ってあのらっしゃる方なんで、うん、やっててすごい勉強になりました、あのー。自分たちはこう音楽だったりとか、うん、そういうデザインだったりとか、そういうとこでたまに思うことを、うん、映画作りの上でなんかそういう顔をされてるんで、うん なんかすげえなーと思って。なる,なるほど、なるほど。でもこう、品川さんも僕は芸人でありながら監督、末さんもラッパーでありながら俳優みたいなところで、うん、こう、それぞれ表現に関するこう、哲学がある中で、こう、現場でこう、ある意味で熱いバトルになったりとかしなかったですかいえ、なんか、うん。 逆にやりやすい環境でした、すごい。なんかやってても。なる,なるほど、なる、うん、でも、うん、ね、あの、夢破れて故郷に戻って、こう、ちょっとね、意気承知してる主人公の同級生役ということで、すごい、こう、鍛え上げられた肉体を見せるシーンがあるっていうことだったんですけど、これはファンにとってのサービスカットになりますかなんですかね <laughs> 僕、<laughs> 僕の裸で良ければですけど、ね。うん、いやいやいや。すべ<ぁ>さんの今,今回の映画で一番こう、ここはもう見どころだなっていうシーンとかってあるんですか ああ、そうですね。まあ、見どころというか、まあ、実はドーベルマン・インフィニティが出演してたりとかして、あの、僕以外の4人が、うん、えっと、オタク役として出てるんですよ。意外な展開ですね。はい、はい、はい。はい。で、それがすごい、あの、作品内で、劇中で見つけるのと見つけれないぐらいな境目のライティングの当たり方で,で。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。はい。あれ、これもしかして、みたいな。 もしかしてと思えたらラッキーなぐらい。だから、ちょっと発見するにはまたちょっと、一回じゃ、あの、すまないかもしれないっていう感じも。一回目はね、こう、ストーリーにね、目がこう、慣れないから、やっぱりこう、一回ちゃんと見て、こう、二回目でちゃんとね、こう、見つけてほしいって感じですかね。そうですね。はい。はい。そこはちょっと面白いですね。あの、品川さんが逆に逆オファーしてくれたはい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 。楽しみですね。でも、本当にこれ、 あれですもんね、そのコロナの影響で公開日がおよそ2年延期ってなったってことですけども、悔しかったっすね。うん、そうですね、でも、うん、去年無理やり上映するよりは、このタイミングですごい良かったなって今思いますね。うん、あそうですか。ああはい、延期になった時とか、こう、クソって思いませんでしたいえ、なんか、結構いろんなものが延期になってたんで、うんまあ、その時はしょうがないかと思って、 てましたけど、うん、今振り返るとやっぱ今回で良かったなって思ったのも、うん、やっぱリスタートっていうこのタイトル自体が、うん、きっとコロナとかなかったら皆さんの中でこう流れてしまうワードだったと思うんですよ。なんか別にリスタートに対して関係ない人ってたくさんいただろうしでも今ってすごいタイミング的に皆さんがリスタートだと思うんで、うんうん、なんか皆さんに逆にこう。 考え深い、うん、あの、トピックスになったんじゃないのかなと思うんで、そうでな。ですね。か確かに今、<ー>日本中やあるいは世界中でね、リスタートしようって思いの方が、たくさんいらっしゃるのかもしれないですね。うん、いや、ありがとうございます。<ー>僕自身もすごく映画楽しみにしてます。さて、あっという間にそろそろお時間ですが、はい、最後にですね、この、お話しさせていただいた映画、リスタートの主演である、エミリさんがボーカルを務める、骨ボーンが歌うテーマソング、聴いてください。骨ボーンでリスタート。えー、そういん二2週にわたり本当にいろいろなお話、ありがとうございました。 ありがとうございます。ここで歌っている私の声。